組み立てから印刷が終了するまでというところを全て簡単にできるようにというのをコンセプトで推進してまいりました。さまざまなお客様の環境を見るとですね、凸凹とした床であったり、そういうところで我々のプリンターが置かれるというところを重要なポイントだと思っておりまして、そういうところに置かれてもお客さん自身で簡単に調整できたり、そもそも調整不要でセットアップできたり、そういうところが重要だと我々は思って作っています。水準器を客に設けて、お客様が簡単に自分の床に対して水平が出ているかというのを確認できるようにしています。それとあともう一つは、本体自体を剛性をアップしておりますので、ある程度床が歪んでいようが品質が保証できるような作りになっております。さまざまなメディアがあります。そのさまざまなメディアを大きくですね、代表的に6タイプ分けまして、そこに対して、プリセットの値を持っています。お客様は自分が使いたいメディアの種類を選ぶことで、プリンターの方は最適な紙送りの値であったり、さまざまな値を書き込んですぐにお客様が使用できる状態まで持っていくということが可能になっております。一般的なプリンターはですね、印刷前に調整をしなきゃいけなくてですね、それが非常にお客様の負荷になっています。それは調整することが難しかったり、時間がかかったり、メディアをいっぱい使ってしまったりというところでお客様の負荷になっています。そこをいかに削減してお客様のメリットに出せるかということで、自動調整という機能を加えました。で、自動調整は2分から3分で終了し、メディアの量もですね、30センチほどと、大変少なくなっておりますので、お客様のメリットというのは非常に発揮できると思っています。今回エプソンはワールドワイドのお客様に対してですね、どういったメディアが重要であるかというのを非常にヒアリングをかけてですね、それに対して最適なパラメータを提供しようという試みを実施しています。それがエプソンコントロールダッシュボードというアプリケーションになります。仕組みとしましては、ウェブサーバーに上がっている200種類の EMX と呼ばれるファイルがあります。それをダウンロードします。一つはメカのパラメータをプリンターへ、ICC プロファイルをお客様のお使いのリップソフトウェアへ展開する。お客様は EMX をダウンロードする、それを展開するという2アクションで全て対応することができます。印刷中にすぐ確認したい、印刷結果を見てこれがいいものか悪いものか判断したいという要望を強くいただきました。そこで我々はカバーを透明にして見やすくする、そしてもう一つ LED のライトをつけることで視認性を上げてですね、細かい印刷結果も確認できるまで実現しました。我々エプソンはこのプリンターのですね、性能を 100% 発揮するようなソリューションを展開しますので、お客様は今までのダウンタイムであったり損失であったりですね、そこをいかに減らせるかということが体感できると思います。このシワカラー S シリーズはどんな環境でもどんな人でも同じ水準のものが簡単に作成することができます。お客様の時間短縮、コスト削減に最大限活躍すると自信があります。